皆さんこんにちは。少し前に式見の選定についてリクエストがありましたので、今日はそれにお答えしたいと思います。式見は八角に似た実をつけますが、植物全体にアニチ酸などの毒性を含む有毒植物です。アシキミから式見と呼ばれるようになったという説もあり、毒八角などとも呼ばれています。名前は物騒ですが、鼻がスーッと通るような良い香りがしますし、昔から墓前や仏前などに備えられてきた植物です。式見は枝先がとてもよく伸びる木なので、基本的な剪定としては中の脇枝に切り戻す方法をとります。この剪定を行ったのは11月ですので、もうすでにつぼみがついています。この時期に剪定すると花を減らすことにはなりますが、脇枝の先にも花芽はついていますので、全く花が咲かないということはありません。強く伸びた枝を中の方にある小さな脇枝に切り戻すというのが基本剪定です。強い枝を途中で切っても、そこから延長するようにまっすぐ伸びてしまうので、脇枝のすぐ上で切るのが良いでしょう。毎年手を入れていてもなかなか形の整えにくい木ではあります。このように残った脇枝の枝先で輪郭を作るようにしていきます。あまり良い方向に枝が出てくれないので、ちょっと剪定のしにくい木だなと私は思います。忌み枝も多く、それを取り除くとまた形が乱れてしまいます。徒長枝も強烈です。良い脇枝が見つからず、切り爪で処理してしまうこともあります。
なんだかあまりバリッとしなくて気持ち悪いですけれども、まあこのような木なんでしょうか。一応終わりです。この剪定から7ヶ月後の剪定の様子をこれから流しますが、特に解説はしませんので、お時間のある方はお付き合いください。時期は6月の下旬です。したやつを処理していくとまとまるんですよね。こういうだね、まともなところまで切り戻すか元から取っちゃうか、こういうやつですね。途中で詰めてもいいし、
まあ、まともなとこまで戻す、あるいは付け根から取る。刈り込みバサミで表面を刈り揃えてもどうにもならない木であることは確かなのですが、手間がかかる割にどうにもすっきりしない難しい木です。ご視聴ありがとうございました。